イラン戦のハーフタイム、久保の指示がさすがと話題。キングカムがイラン戦の舞台裏を公開。ハーフタイムでは久保がチームメイトに指示を飛ばす様子が収められていた。こっちの方が攻撃力高いし、俺がボランチ見て綾瀬くんが左のセンターバック見て、キック力ない4番に蹴らせる。瞬時に的確な指示を出す久保に、さすがすぎる。直接的に伝える海外選手のマインド感じる。竹がこんなにハーフタイムで声出してるの初めて見た。久保恐るべしとファンも驚きの声が上がっていた。相手手のプレスを久保が状況判断してるのにその久保をあっさり下げる森安。なんなんだよこの監督派、休暇なんで監督が指示しないの？わら。森安、もう1点取って向こうを例に抑えるよ、やれるよ。やっぱり久保が代表監督やんけ。それこそボトムアップ型アプローチ笑いの真骨頂でしょう。ハーフタイムに監督が何も言わないなら、選手だけで戦術ボード囲んで話し合うくらいしてもよかったかもなー。